今日はゲーム前、師団の方々がパフォーマンスを見せてくれました。オールフォー千葉フェス、そして綾野浩二翔さんがセレモニアルピッチを行いました。マリンズの先発は西野。その立ち上がり、ワンアウト二塁で3番辰巳、ここは厳しいボールで打ち取ります。ツーアウト。そして4番浅村、スライダーで打たせて取りました。立ち上がり0点で抑えます。イーグルスの先発は早川。1回裏マリンズツーベースのポランコ、3塁まで行って外、チェンジアップ、バットが出ませんでした。1回裏マリンズは0点です。3回のイーグルス、村林三振、1番の当たっている小郷、強い打球でしたがファーストゴロ。2番の小深田、センター後方へのいい当たり、高部が追いつきます。西野がこの回3人で抑えました。4回です。3番辰巳の強い打球、これは外、お見事でしたね。いや、うまかったですよね。かなり難しいバウンドでしたけどもね、はい、まあ、反応も良かったですし、いいグラブさばきですよね。この後ツーアウトから鈴木大地ツーベース、6番安田優真、ツーストライクの後からだったんですけどね。その前にね、同じフォークボールいいところに投げ切って空振りを取ってただけにね、まあ、この最後の球っていうところはやっぱこう嫉妬ですよね。イーグルスが1点を先制しました。そして4回裏です。これはショート村林、ツーアウトから外がヒットで出て、赤部の当たりは二遊間、ショート村林ダイビングして止めてフォースアウト。イーグルスいいプレーが出ました。6回、ワンアウトランナーなし、4番の浅村、スライダーを捉えた打球はレフトスタンドまで行きました。これもツーストライクを取った後からでした。甘いところですよね。同じ球を続けて、まあ、その続けた球が甘く入ってきたっていうところですからね、まあ、これも失投ですよね。ちょっともったいなかったですよね。はい、4番の一発、2対0になります。そして6回裏の早川のピッチング、桃杉を打ち取って藤岡はセンターフライ、ボランコはスライダーでファーストゴロ、早川が完全に自分のリズムで抑えていきます。7回のイーグルス、ランナー2人置いてツーアウト、小深田、ここは西野が踏ん張りました、吠えました。7回のピンチを切り抜けます。そして7回裏のマリーンズ、初めて先頭バッター藤原ヒットで出たんですが、この後続きませんでした。そうですね、この外も 3-1 っていうカウントでしたから、多分今日のゲームの中で一番苦しかったのはこの7回とその最後の9回、この2回が苦しかったと思うんですよね。ただこの7回をものにできなかったっていうところですからね。7回裏ノーアウトのランナーをマリーンズ行かせませんでした。2対0で9回です。藤岡が先頭バッター、フォアボール、ツーアウトから外、左中間の真ん中を破ります。タイムリーツーベース、1点返して2対1、1点差。126球を投げてきた早川、ここでマウンドを降ります。1点差、なおもツーアウトランナー2塁、クローザーの則本が登場、バッター高部、最後はセカンドゴロ、試合終了。2対14連戦の2戦目はイーグルスが勝利を手にしています。早川が自身初の10勝目をマークしました。
放送席そしてイーグルスファンの皆さん、お待たせいたしました。今日のヒーローは自身初の2桁勝利を挙げました早川隆久投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まずはこの歓声を受けてどんなお気持ちですか？まずしっかり勝てたことが嬉しいですし、2桁勝利できたというのも嬉しいです。はい、今日は3位マリーンズとの直接対決、どんな気持ちでマウンドには上がったんでしょうか？自分の役割というところをしっかり果たせるようにと思ってマウンドに上がりました。その中で9回途中までの熱投1失点ピッチングでした。振り返っていかがですか？そうですね、最後までやっぱり投げ切りたい気持ちはありましたけど、最後則本さんがしっかり抑えてくれたので10勝というのを丁寧にできたので、次の勝利は完封というのを目指して頑張れればと思います。改めて今シーズン好調をキープしていますけれども、このあたり要因というのは何を考えているでしょうか？本当に後ろのリリーフの先輩方もそうですし、野手の先輩方もしっかり守ってくれたり打ってくれることが多いので、自分は思い切って投げれてるなというふうに思います。さあ、そして改めてお伝えしますが、これで早川投手自身初の2桁勝利、そしてイーグルスの左腕としては初のシーズン2桁勝利投手ともなりました。これで塩見、唐島両先輩を超えていきました。このあたりはどう評価されますか？そうですね、なかなか2桁勝利というのができなかったので、自分ができたということで、これから左ピッチャーの先発も2桁勝利というのを、はい、していけると思うので、これから藤井さんだったり小島だったりというのがいるので、そういう方々に頑張ってもらえればと思います。改めて大切な9月が始まっていますけれども、この後の1ヶ月どう過ごしていきたいですか？本当に勝ちにこだわった野球というのをしていく中で、はい、やっぱり CS だったりっていうのを目指してやっていかないといけないかなというふうに思うので、はい、一戦一勝で頑張っていければと思います。それでは最後に、今日たくさん集まってくださったイーグルスファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、たくさんの声援が自分の背中を押してくれました。なかなか10勝というのが難しい中ですけど、本当に声援なかったらできなかったと思うので、これからもたくさんの声援よろしくお願いします。ありがとうございました。自身初の2桁勝利、早川投手でした。ありがとうございました。放送席どうぞ。はい、というヒーローインタビューでした。見事なピッチングでした早川、初の2桁勝利10勝。